はい、えー、どうも、吉谷です。あれあれ吉谷さん、アングルが変わってませんね。正解です。はい、あの Wi-Fi がありますので、えー、動画撮っていきたいと思います。はいで今回のテーマはですね、あの鷲津さんが1800万稼いだ秘密ですね。うん、鷲津さんが1800万、どうしようかな。1800万稼ぐ方法にしようかな。1800万稼ぐ方法のまがいいかな。1800万稼ぐ方法にしましょう。 鷲津、うん、さんというかね、まあ、今、黒子さんと鷲津さん一緒にやってる部分もあるんで、えー、1800万稼ぐ方法でいきましょう。はい、1800万。はいまあ、この YouTube の下に、一、えー、の鷲津さんと黒子さんの動画、えー、この YouTube の説明欄にその1000万稼ぎ、何やって稼いだのかっていうことに関しては動画入れときますので、えー、YouTube の説明欄にリンク入れておくので、そこをご覧ください。まあ、結論ですね、1800万稼ぐためにえ何をやったのかっていうと、 えー、具体的に、えー、YouTube やりました YouTube やりました集客しました LINE アットに集客しました LINE アットで、えー、商品売りました、えー、1800万ですね、はい、商品売った商品作った商品作って売った1800万終了終了ですね <laughs> 終わりだな <laughs> 早いな薄いなこの動画 <laughs> この動画はちょっと薄いですね大丈夫ですかいやでもやったことそれですから YouTube やって集客した LINE アットに誘導した LINE アットで商品を作って売った 終了だな。<laughs> 終了いや、終了ですよ、マジで。いやそれ以外そ、それですから、ほんとにいや。吉田さんそう、具体的にやった、何をやったんですか、そそ具体的にどうやって集客してんですか、どうやって商品作ったんですか、どうやってセールスしたんですか。それに関しては、ドリームアカデミアというところで、もう腐るほど教えてます。でね、今回ね、まあ、1800万ね、稼ぐ方法っていうテーマなんで、 まあまあやったことはそれだけなんですよでここから何がお伝えしたいのかっていうとインターネットビジネス、まあ、この前青森でセミナーやった時も参加者の方がね参加者の方に「インターネットビジネスの本質って何ですかと?う」と、ん「インターネットの仕組みって分かりますか仕組みってどういうことですか?」いや分かります」って言ってたんですけど、まあ、セミナーやっていく中であの、まあ、全然分かってなかったんですよ結論。 で、あのー、これねインターネットビジネス、まあ、うさんくさく聞こえるかもしれないですけどインターネットビジネスみんなねやってはいないですけど触れてますから、うん、例えばあ僕もそうなんですけどもなんだう、うんまあ、Google とかでねその北海道に来たら札幌健康ランドとかね札幌,、えー、札幌なんだ温泉とか。 調べるわけじゃないですか。そしたらなんかじゃらんとかね、日帰り温泉とかのとまとめサイトだか出てきて、そこに集客されてません集客されてるわけですよ。わかりますインターネットっていう媒体、媒体というかね、あのー、そこで検索してで、そこにアクセスしてるじゃないですか。ということは集客されてるんですね。なこの集客されてるという考え方はないと思うんですけども、実際そのスマホがもう出てきて、もうみんな検索してると思うんですけど、どっか行った居酒屋とか検索しません じゃあススキの板ススキのソープとか検索するでしょう。ススキのなん,なんとかとか検索しません？するでしょう。集客されてるじゃないですか。って話でわ <laughs> かります。だから基本的にそのインターネットビジネスっていうのは僕はねはたかり見るとうさん臭く,く聞こえるかもしれないですけどいやみんなそれ触れてるよっていう話でいやいやいや何を言うとるんだと。僕は物申したいんですけどいやいや自分検索しじゃじゃあインターネットビジネスがうさん臭になったらねあの検索するなと。 情報を見るなとインターネットで情報を見るなみたいな話なわけですよ。ね、でなんでインターネットビジネスうさんくさいかっていうとなんか儲かりますよ儲かりますよ儲かりますよっつって内容カスカスの売ってる人たちがいるからうさんくさくなるんですね。まあそのねしょうがないじゃないですかそれはもう、ね、あの世の中そういう仕組みですから <laughs>、ね、世の中そういう仕組みですよ。犯罪もなくならないしねあのなんだそんなわけですよ。 しょうがないじゃなないいですか、それは。しょ,しょうがないっていう言葉で片付けたらしょうがないんですけども <laughs> でもでも実際そうじゃないですか、うん、なくならないですよね、うん、まあなくなるようにしてる動きもありますけどなくならないっていうのは事実としてあるわけですからだからどれだけそのインターネットで僕がね情報を本物の情報をお届けしたとしてもそういう人たちがいる以上うさんくさいと思われるのは仕方がないかもしれないですけどもね まあ僕もうさんくさいと思われてると思いますけどね。吉谷拓郎詐欺で検索されてますからね。僕は詐欺なんだろうなみたいな。まあ、詐欺師が7000本も動画撮るかとバカかと。<laughs> でも普通に考えるとお,おかしくないですかなんで詐欺師がわざわざ本名をさらし,してですよ。本名をさらして顔出してして7000本も詐欺師が動画撮るのか。 普通に考えたらもうわかるでしょ。本当の詐欺師っていうのは顔も出さないし、名前も出さないし、ね、あの、オレ,オレ詐欺の一番上の人っていうのは絶対捕まらないような仕組みを作ってるわけですよ。<laughs> それ作るでしょって本物だったら。僕は別にね、お客さんからね、お金を騙し取ろう、騙し取って逃げてやろう。1ミリも持ってないですからね。1ミリも。お,かお客さんからお金を騙し取ってね、ね <laughs> 逃げよう。まあ1ミリも持ってないですから。昨日もやりましたけど、ライブ放送ね。 毎日やってますからこれ34年毎日やってますからねどこも逃げてないでしょ <laughs> しかもこのライブ放送ね20年後も毎日やりますから20年毎日ライブやる詐欺師ちょっといるんだったらちょっと連れてこいって話で <laughs> まあまあいいんですよまあ僕は情報発信すればアンチは絶対出てくるんでいいんですけど僕はそのアンチの100倍やりますからアンチが文句言ってきた100倍やるんで、はいまあ、それでもね出てくるんですけどその1000倍やりますよね ね、20年ぐらいやればまあ大丈夫でしょう、まあ、大丈夫じゃないかもしれないですけど僕の中では大丈夫だと思ってますまあ話は脱線しましたけども、まあ、その1800万稼ぐためには鷲津、まあ、さんとかね黒子さんがやったものっていうのは、まあ、ドリームアカデミーを教えてるその情報発信して集客して商品作って売るっていうねアフリエットでもいいんですよただアフリエットの場合はアフリエトの場合はその広告主がいてその広告主が単価を決めてるんですよアフリ報酬を。 だからら自分でで単価決められないんです,ね申しますね。アフリエイトっていうのは自分で単価決められないですよ。それはそうですよね。広告主がいて広告主がじゃあ、えー、アフリエイト報酬いくらだよって出してるんで自分で金額決められないですよ。だけどメリットとしてはデメリットはそれですけどメリットとしては自分で商品を作らなくていいサポートがあんましなくていいっていうところがメリットですよね。 だけどデメリットとしてはその単価の部分は自分で決められないっていうデメリットがあるわけですよだからドリームアカデミアに関しては利益、うん、そのあらりうん利益率あらりを、えー、もう最大限にするためには自分で商品作って売った方がいいよっていうところで教えてますただあ自分で商品作れないっていう場合はこれはアフリエイトにすればいいよっていうことは言ってますけども自分で商品作って売った方が自分で値段決められますしあらりほぼ100%ですからほぼ100%ですうん まあ僕も商品ね、これ販売してますけども、商品を提供するのに、うん、必要なコスト。1年に1万2千円ぐらいですかね。商品を提供するのに必要なコストっていうのが、僕は年間1万2三千3円ですね。それは何かっていうと、ドメイン料金の年間1400円ぐらいとサーバー、X サーバーのサーバー代、これが合わせて、え、ー 今、X サーバーの僕ね、月1000円のプランに入ってるんですけど、1万2000でしょ、まあ、?1 万3000ぐらいですかね。はいまあ、商品提供するとき、そのドメインの,そのワードプレスに、まあ、YouTube の動画を貼って、まあ、納品してるんですけど、でその納品するときも g メ、えールフリーメールアドレス g メールを使って納品してます。だからその、まず、えー、メインの えー、講義内容だったりとかは無料の YouTube を使わせてもらってます。これは限定公開ですね。一般公開じゃなくて限定公開でその限定公開をさらにパスワードつけて、えー、ポータルサイトに貼り付けてそれをお渡ししてます。で、えー、商品を流通させるコストですね。商品を流通させるコストっていうのは Gmail を使ってるので、えー、0円ですね。はい、だからまあ講義提供もまあ基本0円。 まだやろうと思えば YouTube の限定公開でその限定公開のリンクを送ればそれだけでもいけるんですよ。だ僕は一応ポータルサイトに形にして一応お渡ししてますけども、まあ、全くお金かけたくないっていう場合は YouTube の限定リンクをね送るとかもしくは、えー、その無料のねブログを使うとかもしくは無料のホームページですね WIX とかありますんでそれでもパスワードを付けられるのあります。なんんでそのさんも最初 今、ワードプレスやってるのかなワシスさんも最初ね、一番最初商品作ってたウィ WIX の無料のホームページのパスワード付けられるんで、それでやってましたね。うん。うだからまあ、商品、えー、商品を作るのにも0円。あと、商品提供するのも0円。だからそれはあらり100%ですよね、ほぼ。<laughs> じゃないですか。あらり100%じゃないですか。か僕はこれやった方がいいよって言って教えてるんですけど、うん、まあ、みんなできないと。 うんいう話で、うん、まあでも1800万ぐらいね稼ぎたいんだったら、まあ、それぐらいやるべきかなとは思いますけどね、うん、そ,うそこはね勉強してやるべきかなと思いますよだってどれだけ勉強してどれだけ勉強してどれだけなんか会社で働いてもじゃあじゃあ今の会社で年収1800年収1800取れますっていう。 もう一度言いますね。どれだけ今の会社の、えー、会社のことを勉強するどれだけ頑張るじゃあ年収1800万今取れますかでも鷲津さんの場合はねこれ副業ですからね悪いですけど本業じゃないですよね副業で1800万ですよだから本業の収入もあるんですよ、ね、まあ役職なんでちょっとね,ね他の方より基本給はちょっと高いですねあ ままあまあそれなりにありますで副業だけとも副業の収入が副業の収入は1,800万みたいな分かりますうんこれやるべきじゃないですか副業で1,800万って本業もあるんですよこれやるべきかなってしかも仮面かぶってねやってるだけなんですけど黒子さんなんかね黒子ですから <laughs> でもねこの鷲津さんと黒子のこのタイアップあのこのねこ漫才コンビみたいなのねなかなかいいなと思うんですけど うこうっていうあれなかなかファンキーですねでもラファエルさん YouTuber のラファエルさんもね今年収3億4億わかんないですけどそんぐらいあると思いますけどね仮面かぶってやってますけど <laughs> 何でもいいよくねみたいな話で僕はやればいいと思うんですよねなん,かなんかできない理由をみんな言うんですけど稼ぎたいんだったらできない理由を言ってなんかなります お金稼ぎたい、人生稼ぎたいと思ってるのもかかわらず、できない理由を並べて、それは、なんか意味がありますかっていう話で、意味ありますかなんかで時間がないんですとか、お金がないんですとか、なんか理由を並べるわけですよ。でも変わりたいんですよね。変わりたいのに、この理由って必要ですかっていう。 もすね、これ人生を変えたいとかお金を稼ぎたいって思ってるのにもかかわらずいや時間がないんですマインドがうんお金がないんですっていう理由を並べるわけじゃないですかじゃあこの理由ってここを成し遂げるために必要な理由ですかっていう話で必要ないですよね必要じゃない必要で初心者でも大丈夫ですかとかいやこれを成し遂げるためにこのそ,それって必要ですかとだからほとんどの多くの人っていうのは必要じゃないその目標達成とか夢を叶えるために必要じゃないことに悩んでるんですよ必要じゃないことをね 考えて悩んで,るんですよこれってねマジで何かうん,なんか僕はいつも思うんですけど無駄だなっていうだって無駄じゃないですか別に人生変えたくないんだったらいいんですよ人生変えたくないとか収入上げたくないと思ってるんだったらいいんですけどそう思ってるんだったらここの理由必要かっていうじ初心者でもできますかじゃなくてプロになるためにはどうしたらいいですかじゃないですか初心者でもできますかじゃなくてプロになるためにはどうすればいいですかっていう。 これね、質問ないですからね、悪いですけど、僕ね、何万人に商品売ってきてますけど、初心者でもできますかっていう質問はあるんですけど、プロになるためにはどうすればいいですかっていう質問、一個も受けたことないです。プロになるためにはっていう。いや、プロになれば稼げるじゃないですか。プロ野球選手になれば、プロ野球選手になれば稼げませんって話で。まあ、もちろんね、その、打たないとダメですけども、ね、少なくても、ある程度年俸も,もらえるじゃないですか。プロ野球選手になって、えー、ちゃんと出れば。うん 当たり前のことですよね。<laughs> だけどなんかいやーいやーみたいなね、うん、そう僕もいろんなところで動画撮ってますけどもう僕のね動画っていうのはあのー、いろんなところで撮ってますよだから今回のシリーズもんだったら宗谷岬まで行ってなぜなぜ宗谷岬まで行ったのかっていうと今回のキャンペーンがあーめちゃくちゃ内容いいんで買っていただきたいとでじゃあ買っていただきたいでも えー、いつもと同じような動画だとつまらないなっていうところで,で動画なんかどこでも撮れるんですよ。まあここでもねお客さんの家でも撮れるわけじゃないですか。だけど宗谷岬っていうところで動画を撮って情報を発信する人は僕ぐらいしかいないですからだから誰もやったことがないところで撮って届けると。だそれを僕はプロ意識一応あるんで、ね、だってそうじゃないですかわざわざ宗谷岬まで行かないですよね。もう行っった理由っていうのは そういうにもちろんねあの僕も見てみたいっていうのもありましたけど基本動画を撮る目的ですから僕観光してないですからね北海道に来て観光してないですからもうその目的のために行って目的は果たしたらもうすぐなあの帰ってくるみたいな <laughs> そう何もねもう全部まあ移動基本移動距離が長いっていうのもありますけど基本観光,観光全くしてないですからうんそう だからこの昨日かおとといはそのまあ移動がね僕車で移動が多いんでそのえーオーディオをね4年ぐらい3年ぐらい使ったオーディオを交換するまあプライベート的なプライベート的なそのオーディオとスピーカーをちょっと新しく変えるっていうのをちょっとやったんですあの変えてオートバックスで変えてきたんですけどそれも動画にしてますからでそれをまあ取り付けてもらってでえじゃその古いオーディオを えー、アップガレージさんに売ってきましたいくらになったみたいな動画も撮ってますから基本何やっても仕事なんですけど、うん、だから僕は一応ね一応プロ意識はありますそういうところで撮るっていうええそういう絵があった方が面白いなっていう例えばこれは何で僕はこういうことやってるかっていうと例えばイッテ Q 僕好きなんですけどイッテ Q さんってそのもう長年ずっと10年ぐらいやってますよね。 「イッテ Q」のイモトさん、イッテ Q でイモトさんブレイクしましたけども、イモトさんも年収1億ぐらいあるかな、うん。で、イモトさんもその世界の各地に行って、いろんな映像、そのお届けできない映像っていうのを、そこで企画もやるわけじゃないですか。別に日本でやってもよくないですか 申し上げますね別にモトさん日本で同じようなことやってもいいわけじゃないですか何でわざわざ海外行ってそれやるのかっていうと絵なんですよね映像コンテンツっていうのは絵がその絵じゃないですかそのバックバックの絵ですよねやってることが変わらなくてもバックの絵が変わるだけでちょっと変わるわけですよ申し上げますね話してる内容だったりやってることが変わらなかったとしてもバックの映像が変わるだけでちょっと変わるわけですよ雰囲気がねだからそれを取りに行ってるわけですよだからそれはプロの仕事ですよねプロまあそのテレビ番組 まあ、プロですよねプププロロロデューサーサ、まあ、がやってるわけですよね、うん。まあ僕も個人でやってますけれども、まあ、そういうところはね一応気を使ってあのー、映像っってていうのは、えー、撮ったりとかしてますよ、うん、吉谷さんそんなプロになりたくプロとかそういうそういう話を聞きたくないんじゃないですか僕はお金がとりあえず儲かって簡単に簡単に初心者でもタップだけそういうそういうのが欲しいんですよあります。 えー、今回ですねありますよ用意しましたそういうニーズにお応えするためにそういうニーズにねお応えするために今回ですねタップするだけで稼げるっていうね鷲津さんの商品ですねほんとこれタップするだけですから誇張してないですよブックメーカーはタップするだけですから、ね、スマホでやるんだったら鷲津さんもタップしてその利活してるだけですから だその商品というのを、えー、今回ね検証で308回ぐらいですねやって1回しか負けてないというやつですね、えー、販売しますんで、まあ、その情報発信ができない、えー、動画撮れません「えー、吉田さんプロ意識そのないです」とか「いやそのプロになってそのなんかや宗谷岬まで行って映像撮るとか海外行って映像撮るとかそ,そういうのじゃないんですよ吉田さん副業でちょこちょこやってなんか,そう,いうのかそういうのないんですかありますそれかブックメーカーです。はい、でプラス今回は ね、あのー、何も考えなくても利益が出るように黒子、えー、の予言っていうのを無料お試しでつけてますでこの黒子の予言がマジでやばいです黒子の予言を、えー、サービスを活用してる人会員さんの中で月100万ねタップするだけで月100万いってる人いてます実際に実際にいてます、うん、だから2三3 0万とかゴロゴロいます、ね、だその黒子の予言っていうのを、えー、1か月無料でお試ししますあお試しをつけます であとはまあ継続するかどうかはご自身のご判断ですけれども、うんはいまあ、手法も30万で教えてるコミュニティですねしかももうずっと勝ち続けてるこの30万で教えてるコミュニティで教えてる手法を、えー、公開プラス何も考えなくても手法いらずみたいな <laughs> これ暑いとあこれ暑いんだみたいなやるだけ、うん、でであとプラスブックメーカーっていうのは何、えー、だ お金を使ってお金を増やす方法ですからお金軍資金がちょっと足りないよっていう人のためにトップバズの僕のの僕ノウハウハってていうのもでつけてますであとは、えー、初心者ブックメーカーこれから始めるんですよっていう方のために鷲津、えー、さんからもですねスタートキットっていうね、えー、その初心者向けの、えー、スタートキットっていう講義もあります。 なんで初心者の方もそのスタートキット見ていただいてあと黒子の予言もありますから考えなくてもいけるっていうあとはベッド方法だけはねちょっと慣れていただければベッドできればねあの黒、ー、子の予言でベッドすればいいだけですから,だからもうもうこのねスペシャルコンプリートですよねうんこの300回記念の今回は本当に内容いい,い,いですし自信を持ってお届けできる商品かなと思いますまあ本当はね本当はねみんなドリアカに入っていただいて ドリアに入ってていいただいてね鷲津さんが1,800万稼いだ、ね、その情報発信して集客して商品を売っていくっていうこのこれをやるべきなんですけどいやそういうのじゃないんです吉田さんそういうのじゃないんですと <laughs> いう人のために分かります僕が教えたいのは何度も何度も言ってますけど僕が教えたいのはドリームアカデミーで教えてるその情報発信ししてて集客して商品を売るこれは一生10年後も20年後も30年後も変わらないんで。 変わらなくなくいですか <laughs>、ね、じゃあブックメーカー、まあ、まあブックメーカー365ブックメーカーもなくならないかもしれないと思うんですけど、まあ、この,その集客して何かを売るっていうものはもう絶対そのこれがもしなくなるとするならば人がなくなってる人が地球上にいなくなってるってことなんで,すですから、うん、それないですよね地球上から人がいなくなったって人類破滅してる時じゃないですか。 人類が存続するため存続してる限り限り集客して売るっていうもしくは売るんじゃなくてアフリエイトするとかねこれはもう絶対あるんですよ。 だからそれをじゃあどうやって集客するんですかどうやって商品作るんですかどうやって売るんですかどうやってアフレートするんですかっていうのはドリームアカデミアで教えてますけどいや吉田さんそういうのじゃないんですとかあとドリームアカデミア値上げしたんでちょっと高くなって今ね40万ぐらいになってますけど今度もドリームアカデミアどんどん値上げしていきますけど、えーまあ、ちょっとお金がないんですとドリームアカデミア入りたいけどお金がないんですと、うん、いう方のために今回ですねドリームアカデミアにもこれでね稼げるようになったドリームアカデミア入れるだろうし。 ね月0万あったらドリーマーカでも余裕で入れるでしょうって年間1200万じゃないですか年間1200万で40万ぐらいいいじゃないですかそれは入れますよ、うん、だからあのー、おたやさんもいただいたんですけどそのトップアズでね稼いでドリヤカ入りたいんですっていうおたやさんもいただいていや今回トップアズもつけてますから特典でだかねドリヤかで本当にあのー インターネットを使ってその集客してセールスしてそういう大きい、ね、金額を稼いでいきたいっていう場合はどりあがに入ってね勉強していただきたいんですけれども吉田さんそういうのじゃないんですよ僕集客そういうのじゃない商品そ,そういうのを作りたくないセールスいやっぱこ人前無理大丈夫タップタップぐらいしようよタップぐらいしようよタップぐらいしようよ タップぐらいはできるでしょう。タップぐらいは。タップもできません。それちょっと救えないですね。吉田さん、タップもできないんでしょみたいな。それはちょ,ちょっと申し訳ないですけど、それはちょっと、すいません。タップもできない人はちょっと無理ですね。無理無理。タップもできない人はちょっと申し訳ないですが無理ですよ、うん。タップの仕方は覚えてください。スマホを起動してタップする。 うんあのまあ、そ,そのやり方もねあのスタートキットとかにも載ってますあのこのねブックメーカーの概要とか載ってるんで、まあ、単純にねあのブックメーカーのアプリかな,なんかアプリかなウェブかなそれを覚えればいいだけですから何をどこをタップするのかそれはそれは覚えましょうよなんかアクセルとブレーキそれぐらい覚えましょうよハンドル右に切るとか左に切るとかそれぐらい覚えましょうよ運転しましょうよ それ覚えないとね、どっちがブレーキやねんと。こっちアクセルなのに、こっちブレーキと思ったら、こっちブレーキとアクセルと思ってたら、進んじゃうでしょ。それぐらい覚えよう。それぐらいは覚えてください。あとはタップするだけですから。それ覚えればアクセル踏むだけ。あ、アクセルこっちにあるんだな。じゃあこれ踏むだけ。あ、ブレーキこっちだ。ブレーキ踏むだけ。止まる。じゃあそれぐらい覚えようよ。それぐらい大丈夫ですよね。いということで、 まあ,一応ね、あの鷲田さんがね1,800万稼いだ、えー、どういうふうにやったのかに関してはこの YouTube の下に、まあ、あの動画の方鷲田さん以前作ってくれたやつがありますのでそちらの方をシェアしておきます。はい、あとはそういう情報発信してねそういうのはちょっとできないっていう方だったりとか、まあ、ちょっとねどうしても金銭的に、えーほんまあ、本当に勉強してドリアから入って本当に勉強してやりたいっていうけどもやっぱお金はちょっとないと。 いうドリアカに入るためのお金も稼げる、うん、稼げますよ。まあそういう人のためとか、いやいや、ドリアカ、何それそそそ、そういうの興味ないんですと。いやとにかくね、ねとにかくそういうのじゃなくて、僕はお金稼ぎたいんです。もうこっそりとちょっぴりとなんかちょこちょこやりたいんですっていう人のためにとかね、まあ、そういうニーズのために今回ね、スペシャルボックスですね、用意したんで、でその代わりお値段以上、吉谷で今回出しますけれども、 あの内容が内容なんであの2日です2日2日しかないで今度このコンプリートボックスまた出すとするならば、えー、1年、まあ、今回300回記念ですから、えー、次回600回記念ですかね分かんないですけど、えー、あとはだから1年約1年後にリリースされるかもしくはあ,あ,あと、まあ、今度リリースするとするならばもう完全値上げしますから。 100値上げします実はですね、これ言ってここまで見てる方に言っときますけど、これ、1回だけ手法を公開したことあるんですよ。うん、公開したことあるんですけど、一発目に公開したいやつは、えーあの、今回の値段よりお安く出してます。うん、で、今回2回目に一応なりますんで、えー、高く上がってます。で、次も上がります。次も上がります。どんどん上がります。はい、どんどん上げ,上げます。うん はいまあ、そんな感じでどんどん値上げしてきますんでまあまあでもね今回の値段値段っていうのはねセールスページで記載してますんで、まあ、セールスページをね、えー、公開した時にしっかり見ていただきましてそこでお値段は確認していただければいいんですけども正直今回の値段設定っていうのは誰でも買えます誰でも買える誰でも買えます誰でもっていうと語弊があるかもしれないですけどちゃんと会社勤めしてるちゃんと会社勤めしてる、まあ、バイトしてるでもいいです ちゃんと毎月、うん、あのちゃんとお金、うん、働いてるっていう方だったら大人ですよ。借金があってもう借金が吉田さん借金があってもうなんだもう借金返済が首回らなくてもう首吊りたいですみたいな人はちょっとそういう人はちょっとあの除外させていただきますけれどもそれはもう買わなくていいです。それは買わなくていいです。ねお金ないわけですから。 ね、借金があっても全くお金ないっていう人は買わなくていいですただ普通に働いていて普通に働いていて普通にやってたら絶対買えるですっていうかお年玉でもね小学生とか中学生のお年玉でも買える金額ですから、うん、そうまあそのお年玉もねその家庭によって変わってきますからね一概には言えないですけれどもまあまあ大人ではい大人で買いますよ800円の時給でまあいいやこれ言っちゃうと値段もかかっちゃうな まあ高校生でもね、コンビニでね、ちょっとバイトすれば、普通に稼げる金額ですから、これがね、払えないっていう人は、ちょっと頑張ってほしいですね。うん、で、今後はもう、払えなくなるような金額に、どんどん値上がっていく可能性が高いので、うん、今回も、あのー、なんだ、入っといたうがんじゃないかなと。<す>はい、ということで、えー、この動画はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。